7年式 30cm 銃弾砲とは、第日本帝国陸軍が大正7年に正式化した、合計 305mm の銃砲。7年式 30cm 単榴弾砲と7年式 30cm 超榴弾砲の2種が存在し、開発当初は固定砲床を持つ、海岸用採用の沿岸砲であったが後に、開発された移動砲床により、 工場法として用いることも可能であった。本法の開発の始まりは明治末期に遡る。日露戦争において陸軍技術審査部は沿岸法であった283法を工場法として使用する案を提示し、陸軍省法兵課長であった山口勝大佐もこれに同意した。工場砲兵司令官と島比倉少将は運用の難しさなどから当初この案を退けたものの、 旅順後為戦の第一回総攻撃が失敗に終わると28、3砲を要望する現場の声が高まったために同砲を現地に送ることとなった。旅順では最終的に18門が運用され、28センチメートル砲は敵陣の破砕や校内の艦船の撃滅2力を発揮した。さらに28、3砲は砲天海戦にも参加し、 日露戦争を通じて陸軍は大口径重砲の運用経験とその価値を知るところとなった。しかし沿岸砲としてみると2 8三砲はすでに陳腐化が始まっており、艦砲に比しての射程の短さや敵艦走行に対する弾丸効力の不足が指摘されるようになった。例として、旅順後為戦では戦艦ペレスベートに28センチメートル砲弾2発が 命中したものの一発は防御艦班を貫徹できず、もう一発は防御艦班を貫徹し艦艇で停止していた。そこで走行を貫徹して、なお余剰の貫徹力を有し、弾丸の炸裂によって艦内に十分な効力を及ぼすためにはより光景を増した方が望ましいとされた。また工場法としても、 将来的に堅固な築城が増加することが予想されたために弾外効力の大きい砲が望まれた。これらを受けて、光径を 305mm とし、また射程も 12000m 付近に達する新型、33榴弾砲の開発が進められることとなった。陸軍技術審査部は、明治39年11月に33榴弾砲についての研議を行い、 砲弾重量 400kg、初速4 0 0メートル毎秒で、一般的な砲弾形状であれば、射程1 1 4 3 0メートルに達するとされた。また当時の軍艦は、防御艦板の上に複数の艦板を持つものであったが、砲弾がこれらの艦板を進手する際に弾道が不規則に変化することが問題となった。 陸軍は、旅順後為戦で28参砲による大規模な対艦射撃を実施していたために、砲弾の形状や玉帳、義足、義格などから導かれる対艦射撃に効果的な砲弾について、多少の見識は有していたものの、未だに十分ではなく、砲の設計と合わせて調査するものとされた。明治40年4月には、技術審査部より砲の設計要領書が提出され、 固定砲床式の方針5座砲で、合計 305mm、方針長16.5合計、工程社会マイナス5プラス65度、最大射程12000メートルといった所言を有するものとした。同時期には、特殊重砲として15カノン砲、二23榴弾二2 4三榴弾四4 1三榴弾砲の研究も開始された。陸軍は、 当初国内で33流弾砲を開発するのは困難であると考えて海外より輸入するつもりであったが技術審査部長有坂成明中将の反対によって砲を国産とし製造が困難な方針素材のミドイツのクルップ社から輸入することとなった砲の設計は明治40年8月に完了し大阪砲兵交渉に姿勢注文するとと,ともにクルップ社に 方針素材を発注した。施政法は明治43年5月に完成し、6月に春木社場で第1回試験を実施した。試験の成績に基づく修正を加えて明治44年5月にイラゴ社場で第2回機能試験を実施し、工程省順期に改修を加えて9月に同じくイラゴ社場で第3回機能試験を実施した。ところが明治十五年六月に、 春キ社長で実施した第4回試験において、方針を損傷する事故が発生し、開発終了を目前に控えていたにもかかわらず、試験は一時中断されることとなった。調査では、イギリスのトーマス・ファース社製の方針地金が脆弱であることが判明し、異語道部分についてもクルップ社のものを使用することとなった。また方角部の設計も見直し、対象3年にドイツから、 更新素材が届いたところで、第一次世界大戦の勃発により開発は再び中断することとなった。そこで既存の素材を用いて法を制作することとなり、大正5年5月に更新、揺らか、9月に法外化の製作をそれぞれ開始した。大正6年1月に完成した施政法は2月に春木社場、5月にイラゴ社場で、 昨日試験を実施した結果良好な成績を収めた。7月には春木社長で若干の修正を加えた二号法の試験後で実施したところ結果は良好であり、以上をもって単流弾法の審査は完了した。陸軍技術審査部は対象7年10月31日、土寮候法の改正に伴い陸軍は 大正13年7月1日付の陸広市第2463号をもって土壌校の単位表記を改めることとなり、以後7年式30センチメートル単流弾砲と表記することとなった。砲は、砲身、揺らか、砲が、回転板がただし、砲床からなり、揺らか上部に1個の水圧中大気と2個の空気福崎を有する。閉先は、らしきで、 激発機は閉鎖機が完全に閉鎖された状態でのみ、作動する。砲外以上の構造は片出し上への回転板に積載し、片出しは砲床と結合する。砲床はベトン製で地中に埋設し、射撃時に砲を安定させる。本砲は小順具として、皇定小順具と方向小順具を有する。皇定小順具は、射角板と指針からなり、 補助として、証言儀を用いる。方向照準には、パノラマメガネを有するみ、順儀、射角板、小板、指針からなる照準具を用いる。また、目標の工程や方床の傾斜に基づき照準を修正する装置も付け属していた。また、本法の開発に合わせて、作業に用いるために、四つ足二十トン基重機も開発された。昭和八年には移動方床を用いて、 陸戦で使用できるように改修を加えた方が開発された。法は砲身、方針、揺らか、法が、回転板、法床に分解し、給料の特殊重砲運搬車に、積載して95式13トン牽引車によって、最大時速 20km 毎時で牽引することが可能であった。組み立ては、日中で15時間、夜間で20時間を標準とした。 移動型の総重量は7 7 0 3 0ラムに達した。本法4門を装備した独立重砲兵第4、大隊の場合、断裂などを含めた、大隊全体で13トン牽引車56両と4トントラック、約50両を保有し、この車両数で、部隊独力での起動が可能な状況だったという。潮流弾法は明治43年の要塞整理委員決議に基づき、 長射程の要塞微法として研究が開始された。技術審査部は明治44年に設計を完了し、大正元年12月に設計要領書を提出した。本法は固定法床を用いる、方針後座法で、五ミ 305mm、方針長2 3五合計、工程射界マイナス2プラス65度、最大射程 14000m といった諸元を備えるものとした。 開発にあたっては単流弾砲と同じく第一次世界大戦の勃発によって海外に発注した素材の供給が滞ってしまったが到着した素材は単流弾砲の測定に用いられたさらに素材をすべて国産のものとした施政砲は大正5年末より製造開始大正6年12月に完成した大正7年1月にイラゴ社場で 第一回機能試験及び弾道試験を行い、結果が良好であったために、この試験のみで、本法の審査を終えることとなった。陸軍技術審査部は対象7年10月31日に、本法を7年式33潮流弾法として、正式制定を上進した。本法も、また土量工法の改正に伴う土量工の、 単位変更により7年式 30cm 潮流弾砲と表記することとなった。対象15年2月22日付第644号研究方針によって潮流弾砲を陸戦で使用するための移動砲床の研究が開始された。非正移動砲床は同年8月に完成したものの試験で用いる潮流弾砲がなく昭和3年の13号砲の完成を待つこととなった。 同砲を用いて、同年8月から9月にかけて、機能試験及び、砲弾100発を用いての射撃降弾試験を実施した結果、砲床の組み立てに、問題はなく砲の据え付けも4つ足 31kg 機重機を用いれば固定砲床上と何ら変わりなく、作業が行えることが確認された。移動砲床の実用試験は省略し、昭和5年6月に、正式制定が上進された。 総重量は陸軍の移動式の方としては最大級となる 122,937kg に達し、組み立ては天候や地形にも左右されるが30名の人員で約30時間を標準とした。実際の運用では60名で25時間、最も長いものでは80名で50時間を要することもあった。下方の構造は基本的に 単流弾砲と同様の構成をとっている。その規模、重量から砲の移動速度や展開時間の点で単流弾砲より劣るものの、引き換えに重心を有する敵陣の破砕においてはより、優れた性能を有していた。距離6000から10000メートルの目標の破壊に、要する、所要弾数は単流弾砲の半分程度であった。現場からは超流弾砲の工場砲としての価値を、 引き出すために、美法作業要因の増加や、作業の機械化などに対する要望が出されていた。昭和13年4月には、機密保持上の観点から本法の陸軍部外に、対する名称として、特 24cm 銃弾砲を使用するよう通達が出された。7年式 30cm 銃弾砲は、対艦対ベトン陣地攻撃用の波攻榴弾を使用する。 最初に正式化された、波高榴弾は、弾量4 0 0ラム、着薬は、着火地薬4 0ラムを使用する。新管は、着発式弾定新管であり、薬莢は、王道製で、創薬は4号体調薬である。単榴弾砲は1から4号の4種類の創薬量があり、最大創薬量は2 0 4キログラムで初速、400メートル毎秒となる。 小流弾砲も同じく1から4号の4種類の創薬量があり、最大創薬量は3 7 7ラムで、初速秒速500メートルとなる。箱榴弾は、大正10年10月に仮製式が上進された。昭和5年には、玉体の厚みを増すなどの回収を加えた90式箱榴弾が開発された。昭和11年11月には、 作薬とテーラに変更を加え、新艦として95式破壊第2号弾低新艦、竜を使用する95式破壊榴弾が正式化された。95式破壊榴弾には、甲、オツ、兵の3種類があり、甲は新規に製造するもの、オツは90式破壊榴弾を回収したもの、兵は破壊榴弾を回収したものである。作薬は、甲羅薬、または、茶王薬を用い、 テーラの向きも左から右へと変更されていた。また、超流弾砲用弾薬としては、昭和17年に栄光榴弾である二式栄化榴弾が開発されている。7年式30センチメートル榴弾砲は、大正から昭和期にかけて、全国の海岸要塞に配備され、明治期から使用されていた火砲のうちすでに使用に、耐えないとみなされた旧式火砲や、日清戦争、 日露戦争の戦利加砲等を置き換えていった。また、同時期には海軍からワシントン海軍軍縮条約の締結によって余剰となった官報を譲渡されることとなり、砲塔45口径40センチメートルカノをはじめとする砲塔カノンが要塞加砲として各地に配備されるなど日本の要塞加砲はこの時期に近代化を遂げることとなった。 また1930年代後半に満州国とソビエト連邦モンゴル人民共和国との国境において日ソ国境紛争が発生するようになると本邦も国境人地強化のために大陸に送られることとなった昭和13年創設のアジョージュ兵連隊昭和15年創設のアズマヤスシエ兵連隊にはそれぞれ4門ずつ配備されたまた 古藤洋塞には潮流弾砲2門がベトン製のドームに収められており、姿勢 41cm 銃弾砲が配備されるまでは同洋裁最大の火砲であった。1941年の関東軍特殊演習時には本砲装備の3個独立銃砲兵大隊も動員された。このように最盛期には満州に 30cm 銃弾砲21門が展開しており、 訓練は、関東軍砲兵司令部が置かれた、阿城の演習場で実施されていた。昭和19年に始まるフィリピンの戦いでは30センチメートル、単流弾砲4門を装備した独立重砲兵隊4大隊が戦地に送られ、途中で1門は、怪没したもの。輪画 M1 方面に2門、バタンガス方面に1門が配置され、対艦戦闘や、地上砲撃を行ったが、 発射速度の遅さから運用が難しかったという。また、リンガエワンでは戦後大英を創業した中内がおり、2から3発撃ったところで弾薬庫が爆撃されたと語っている。日本本土では戦争末期に本土決戦に備えて九十九里浜に4門が配置されていたが、終戦によって実戦を経ることはなかった。また終戦間際の昭和20年8月にソ連が 対日参戦を表明し、満州に進攻すると同時に配備されていた、本砲もソ連軍との戦闘に使用されることとなった。古島要塞では41センチメートル砲と共に、活躍が伝えられるものの要因はほぼ全滅し、戦闘の詳細は不明である。中国の北京にある、中国民兵武器陳列館には、阿城の演習場に残されていた、潮流弾砲一門が現存している。 ありがとうございます。